ップのプップップ皆さんこんばんは、まいです。みおんです。それを捨てチェリップです。さあ5月23日チェリップのプププ始まりました。なんかもうすでに眠そうですけど始まりました。いいよ。この番組は休日のひとときをあなたとチェリップでプププっと探す番組です。今日のテーマはちょっとリーってこと。いい、そうそうそう、なんか今日いいですね。今日来てますね。一旦ここでグダグダになるんですけどね、うん、そうそう。ということでですね、うん、今日はちょっとなんか最近ね、いろんな場所に新しく行っていろんな人と知り合ったことによって、ね、チェリップとか、うん、鳥取にご当地アイドルみたいにいることを知った方がたくさんいると思うので、うんうん、今日はちょっと ね鳥取のアイドル仲間さんの曲をね挟みつつトークしていこうかなっていう回にしようと思って、ね、このテーマで行こうかなと思っていきます、うん、いいよ。思っていきますってちょっと意味がわからないんだけ ど、うん、なので皆さんちょっと曲もトークもどちらも楽しみ、うん、今日は聴いていただけると嬉しいなと思います。今日も最後までよろしくお願いします。さあ、なるほど、なるほど、なるほどね、なるほど。いやタイミングわからねえと思って、そうそうそう、なるほどね。今日はまあチェリップをね、うん、もう最近知っていただいた機会といえばエモパーということで、うん、そうだね。でエモい曲をね、うん、BGM に使おうと思って新曲のガールズミッドナイトを流しております、はい、BGM で。で、うん、でもこれ BGM 後々わかると思うんですけど。うん、コーラスが入っていて、そうそうそう、それをですね町田のあやちゃんに、あやちゃん、ね、中村あやさんに頼みました。かっこいいね。で普通のステージだと私たちの歌が邪魔をしてですね、うん、そう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 、これね今日もまあ今日とて、まあ、トークが入って邪魔にしちゃうんですけど、まあ普通のライブよりも、うん、多分コーラス聞けるかなと思うので、そう、ね、ちょっとどっちもちょっとどっち聞くかなってなっちゃうんですけど、まあ聞いてほしいなと。そちらもよろしく。でそのエモパについてですね、もうエモパを事細かくダイジェストでレポートしてくれたメッセージが届きましたので、前半はエモパに来れなかった方のためにも、いいね、来た方でちょっと振り返りたいなって方のためにもちょっと振り返っていこうかなと思います。お願いします。ドブさんが超長いって書いてやべ、ありがとう、書いてくれました、うん、でこれはですねドブさんなど含めたエモパ実行委員会の皆さんがエモパはやってくださったのでね、感謝の気持ちを込めて読んでいきたいと思います。いでは行きます。エモパでは、うん、セノシスターのためにお立ち台が、ね、まず用意されていました。そう、ね、で前の方にちょんちょんってあったね、うんうんうん、でこれをチェリップがどう使うか興味深く見守っていました。うん、普段のテンションならなかなかここに上がれないだろうと、うん、ということで、まあそうだね、なかなか激しいことする感じじゃないからね、うん、でそしたら例外至上主義の打ち旅でミョンちゃんが上がりましたね、うんうん、これは今日はすごいことになるなと思いました。ほうほう、やばいパーティーを確信しましたね。 MC もお立ち台からやってくれたり見やすさに配慮してくれましたね、うん、よかったって書いてあって、で、うん、いやなんかセノシスターさんのお立ち台なのかなと思ってちょっと遠慮してたんですよね、うん、今もう行くぜって言ってたんだけどねっていうのがあったので、うん、これで嬉しかったです。でこの辺りでもうまゆちゃんが楽しそうだったんですよ、うん、これは今日はいけるなと思いました。まあ、確かにまゆがね、うん、なんか一日通してまゆがニコニコしてたから、うん、めっちゃウケるけん、今日楽しいんだなって思ってた。セノシスターおもろいしな、面白かったね、うん、でまずはねこの曲から唇ネットワーク声援のリミッターが外れたのがこの曲でしたね。そうだね、前半はアンデュートローはファーストデート、うん、恋愛至上主義っていう感じでちょっとチェリップ感を出すね、うん、空気をチェリップにするための3曲でしたかね、うん、でここでおいおいとボリュームが段違い、この日は照明がすごくかっこよかったですねおいおいだけな、おいって書いてあるおいおいじゃあとで話を聞くとバーカウンターの方でも相当盛り上がっていったそうですので、このカバーが持つパワーはすごいものがありますね、ということで、いやなんかですねあの、うん、京都だから、まあ、流れ穴の名残で、うん、こう細長いですよね、そうそうそう、長いの根暗みたいな感じ でステージからちょっと離れるとちょっと埋もれちゃうんで、うん、確かにね、あのドリンクの、ね、ところで、うん、プロジェクターみたいなので見えてたんですよ、うんうんうん、なのでそっちでも盛り上がってもらえると結構すごいなと、
でチチチリップ魔法の言葉メドレーでデビュー曲へ今日のためにうちの先生奥さんで先生が作ってくれたうちは3号機を掲げて確かにマイユミヨンが読みやすくなっていた確かにすごいマイユミヨンコールをぶち上げます、うん、みんなで叫ぶのは楽しいね、うん、そして旅では楽しい振りコピー2番の頭からの盛り上がりが特にすごくてボーイングも勢いが段違いです、うんうん、恒例のハイタッチタイム直前にリーさんの、あ、リーくんね、東京からわざわざ来てくれた方がいたんですけど、うん、リーっていうね、まさかの河川敷に落ちて骨折する、複雑骨折をするで、でも手術をせずにエモパに来る大変エモいやつがいて、ね、その人がね、すごい盛り上げてくれました。エモかったですね。すごいね、あの人ね、ほんとすごいね。そしてアウトローのうりゃおいからのチェリップミックスが綺麗に決まります。すごい、うん、ものすごい声援の大きさでした。で、MC で新曲紹介をしましたね。うん。まゆが大人っぽくて、セクシーな曲になってまーすと可愛かった、うん、そうです全然曲の雰囲気を無視した曲紹介しましたね、うん、でガールズミッドナイトを歌いました座った状態でスタートして手拍子でみんなが応援してくれました、うん、でかなり慣れてきたようでダンスにキレが出てきましたねだって、やったのに、いや、うん、遅いよって感じですけどね、うん、本当にこれからが楽しみなアーバンチューンですアーバンとはまゆさんこの教わったねこれアーバンアーバンって何タ、何何ターバンじゃあれターバンじゃねえアーバンって都会っぽいってことでアーバンね、MC ライブ限定曲について話しましたねそして、うん、普段地元でしかやらない曲イオンちゃんが、うん、その後超頭のおかしいライブなのでという、うん、名言を発し、うん、でそうなんですよ、うん、時間がすごく長くてですね県外でのライブなのに、うんライブ曲までできちゃう超頭の難しいライブでした、うん、半端ない半端ないで、うん、そこで超長いセットリストだったので段取りを、まうん、ミヨンが間違えて、うん、でマユがかわいいかわいい、うん、いやかわいいって書いてあるのマユ今めっちゃウケるかわいいよ珍しいと思ってで、うん、加藤くんでの下りで約1名ダメですというガヤフリーねさっき出てきてるガヤヤジです、うん、まさにエモッパ持ち時間に余裕があるので MC もゆったりと聞けますねこれは聞きたかった、うん、ファンタジスタでは最前のゼロ列の女子のラインが絶対にエモかったです、うんうんうん、そうなの一番前にねそうそうそう 女子コーナーね、女子のそう、うん、列ができてすごかったねやりは、うん、投げた決めのおおもうバッチリ合いました、うん、アウトロの片首も泣けちゃってもう大変でしたいろはったわバックトラックが新しくなったそうなんですよ、ね、配信するって言ってね、うん、曲を配信できるようにまたリアレンジっていうんですか ね、 かっこよくねリミックスしてるんですけど、うん、その新しいやつを実はねこのライブで使ってみました、ね、でなんかドラムが超でかくてロックっぽいですねそう、うん、全体的にロックっぽくゴツゴツガリガリという感じで、うんでコール&レスポンスが実に気持ちいいですね、うん、力入るわなんか最後ドブさんコールになってますが、うん、みんなありがとうそうなんですよドブさんがね誕生日で、うん、でしかもね主催中心のとなって頑張ってくれたので、うん、ドブさんコールをしましたでこれはねあれなんですよねみんながこの日は最後ドブさんの誕生日と、うん、マイママの誕生日をねそうそうそうなんかサプライズでそれドブさんのお嫁さんっていうか奥さんが企画して、ね、急に始まって敵でした、うん、でみんなが企画してねやって大変すごいいいイベントですね、うん、好きなアイドルさんに囲まれて確かにねでもあれですよね一人約1名夜名湖の定期公演で勝手にあれ生誕を始めたやついましたね、3月くらいに都がつくやつあそうだそうだそうだそうあれも大変エモかったですね、うん、エモいねあれでもよかったね可愛いけどね、うんうん、ちゃんとステージの上で踊ったしねみんな可愛いこうやってドブさんもその都がつく人もだけどみんながね、うん気持ちよく受け入れてくれるんですよねそうそうそうなかなかないですよ ね、 いいよねこういうことフットワーク軽いフットワーク軽いし、うん、みんなに愛されてますねやっぱり愛されてこそなので、うん、しかもこれチェリップの現場ならではですよね多分まあ確かにね確かにねそれはあるね軽あるあるでさらにハローエブリバディでマユがこれが一番緊張するって言ってねそうそうそうだって体に染みてないもん染みてないだから染みてない、うん、そうそうという感じで、うん、しかもドリンクでドリンクを猛プッシュするっていうね MC そうそうそうみんな飲んでくださいいやなんかすごい暑かったしそうそうそう超飲んでほしかったな、うん、水分補給大事だなと思って、うん、大事だね怖いからねということで、うん、この辺でまあ半分くらいですかねうんということでまだね実はねメッセージがねメッセージも半分セットリスト的にも半分超エモパが盛りだくさんだったことが分かるのでそう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 まあこんなに話していてもちょっとね皆さん、うん、ちょっと混乱してくると思うのでここで一曲ね爽やかな鳥取の東部のアイドルおうもうキラキラですね私たちと誰がキラキラ加減のこの人たちの曲を歌
見させていただこうと思います。それではダイヤモンドさんでダイヤモンド。チェリップのプープープー。さあこんな風にですね、チェリップみたいな謎の、うん、なんていうの、静かさ、静けさというか、うん、大人しい感じじゃない、ね、もう王道の楽しいアイドルさんも鳥取にはね、うん、いるんですよ、うん、ちょっと鳥取のアイドルが集まるイベントとかすごいあるので、うん、そこ気になった方は来てほしいなと、ね、で、うん、チェリップにもねそういう感じの新曲がねまたさっきのガールズミッドナイトとは別についにできましたね、うん、マユいわくそれを力に変えようみたいな、そう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 、これ多分でも違うっけ、それ日本訳しただけでしょ、それを使い換えてただろそう日本訳しただけ、まあ、でしかもですね、うん、ライブ感を出したい人はねタオルも回せちゃう感じの曲で、そうそうそう、ついに来ましたね、うん、こういう感じ、うん、よかったよかったどうなることやらって感じでしたけどね、でタイトルはチェンジザパワーといってね初披露の新曲で、今回はショートバージョンだったんですね、うん、これはで、みんなでこれはねタイトルコールしていきたいなと思って、そう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 、チェンジザーって振るのでパワーってみんなで返してもらえると楽しいかな、簡単だね、で、うん、歌詞に約束をしたからってあるんですけど、そこでね小指立ててますね、ちゃんと、あ、そうそう、小指立てたりとか、うん、落ちサビにハモリがあったりとかですね、若干な、うん、そうな、芸が細かいですな、結構芸が細かい、芸ね、うん、細かいところにまでいろいろとこだわった曲で、うん、みんなで踊ったりするところも作ったので、うん、ぜひ参加してほしいな、そうね、で感謝の気持ちを歌で表現する、かつ体力的にもね、うん、そうそう、ここでちょっとゆったりしたの挟みたい、かつ、うん、まあ歌い込んできた大切な曲ということで、うん、いつものエグザイルさんの道のねカバーをねここでやりましたね、いただきました、で感謝の気持ちはみんなに伝わったと思います、うん、歌い出しのまゆちゃんでもう泣いていました、だってマジかよめっちゃ楽がもんで、でも確かにねなんかちょっとしんみりじゃなくて、うん、うるうるという感じの人がねステージからもたくさん目に入ってですね嬉しかったです、かわいいな、ロウさん上手最前でゆらゆら揺れながら泣いていました、うん、普通に涙を拭きながらボロボロ泣いていましたで、結局パフォーマンスというのは技術ではなくどれだけ伝わるかということがね、うん、大切、確かにね、でそういう意味でチェリップはいつも100点です、めっちゃ伝わりますって、うん、で最後手を振る準備お願いしますということで、あの曲しかない、うん、アシンメトリー来たー、イエーイ、アシンメトリー最後ですね、そうね、いつもミックスの声の大きさが全てを物語ります、うん、ロアが爆発しました、やばい、うちは3号機もフル稼働で一体感のあるコールを作り上げますね、まあ分かりやすいですね、うん、やっぱり名前が、でも前とかはまだ2文字で分かりやすいんだけど、うん、ミオン、うんで消えるから語尾が、うん、ミオーなのか、うん、うん、なのか、うん、そうね、変わるからね、そうね、みんなで手を振るってこんなにエモいんですね、これですね、バックでそういえば流れてますね、アシンメトリー、うん、え、あ、本当本当、最近、うん、名前コールの前の声でも揃ってきて萌えてすな、そうだね、なんか一時期もみんなのねチェリップいや応援しようっていう気持ちが強くて、おのおのかぶってね、意味がわからない状態が続いていたから、ね、いやもうあれも多いけどな、ね、うん、でもねやっぱり一体感出るね、ああ、うん、強いなチームチェリップって感じてたね、おのおのとか受けるがめっちゃおのおの言うから何を言ってるか聞こえないみたいな、受ける、いや、うん、あのミユたちはね、聞こえるんだけど、うん、それぞれの声が分かるから、うん、多分初めての人とかで多分何を言ってるのか、そうそうそう、仲が悪いのかって感じだから多分最近名前コール前の声が揃ってきたし、オーイングのね迫力もすごい、うん、これが京都のパワーだ、チェリップの応援さんの言葉を借りるならば渾身の脇です、渾身の脇、渾身の脇、みんな渾身の脇でした、あ、脇ね、脇、ウィーって渾身の脇、オッケー、で、こんなん号泣するしかないですやん、ここでも骨折した D さんの行くぞがエモい、振り合いしながらの、そして道ができてね、モーゼからのダッシュケチャからの圧縮再現、すごい人がわーって来てくれましたね、この一体感、セノシスター界隈の人もかなり参加してくれてそうなんです、それが一番嬉しかったです ね、うん、物販もたくさん来てくださって、うん、そう、マジな、セノシスターとは違う感じなんですけど、やっぱなんか雰囲気がいてますね、うん、みたいな、うん、そうだね、言ってくださったんですよ、いいこと、ね、いいことなのか分からんけど、いや、いいこと、いや、いいこと、いいか、あ、そう、いいこと、フロア最高潮、何これ、うん、めっちゃ楽しい、うん、チェリップ最高か、うん、最後のチェリップミックス、美しい光景でした、そうなんですよね、うん、いや、なかなかないよね、まあ2人だし
まあ、弓音ってずっと言ってるから分かりやすいのもあるけどね、うん、ここまで65分12曲ほんまやりきりましたね。かっこいい、いかないでコールが続きます。しかしこれでは終わりません、うん、皆さんもうちょっと聞きたいと思いませんかからのアンコール。そう、 TO が一瞬黙る展開もよしアンコールかけてもらったと思ってよっしゃ行こうと思った瞬間に一回アンコールの声が消えてですねあ、これは呼ばれてないのかと思って、うん、時間的にダメだったのだけ大丈夫でした。ちゃんと再開しました、うん、で、ね、アンコール物販あの MC で物販がね超長い話とかしましたね、うん、そこで2時間にも足りないかもしれないとか言ってたら、ね、本当にさマジやばい足りなかったしね。旅とかやばいしウケるしやばかったね、うん、でアンコール1曲目はチェンジザパワーをねもう1回披露しましたね。そうそうそう、この日2回目だったので、うん、1回目よりはリラックスして、まあね、うん、あの物販で終始眉表情が硬い。そう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 今ね、もう吹っ切れてですね、うん、ずっとニコニコ笑っていたんですけど、心はスマイルなんで、心はスマイル、顔に現れない。どうしてもね、眉は顔に出るんですね。別にあの体でドキドキするとかないんだよね、眉は。気づいたら顔に出てるんだよね。そう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 、でお客さんもねいい感じでしたね、さすが。で、ビメロでパンパッパンウーが入ってさらに上がりました。そうそう、うん、サビはまえちゃんの高いパートがツボです。かわいい。そうですね、あそこポイントに、ああそうだね、あーほんとほんとだ、難しかったね。そうそう、難しい。あのちょっと歌ってみたんだけどね、難しい、頑張ったけど、うん、そうそうそう。であとソロギター超かっこいい、落ちサビもエモいな。かっこいいね、でそしてアンコールラストでまたアシンメトリーをやる。そうそうそう、近いね、うん、ここで僕が最善の規制線を撤去、一気に足をかけます。そうなんですよ、あのここから入っちゃ危ないですからね、ほうほう、ってお立ち台があったからねっていうのを撤去してですね、ほうほうほう、わーっと来ましたね。いや、シンメトリー来たーが大合唱されました。フリオイもミックスも音量が倍くらいになっています。オケに負けないくらいです。今でもないですが僕は泣いていました。この様子は動作が泣いてるのは映ってないかもしれないんですけど、動画でボーパーの様子はですね、そうね、公開されています、うん、で今では立ち台に上がってのコール、これは高まる。音量がすごかったっすよ、うん、サークルができたもんね。でみおんちゃんが2番も行くぞって言ったのが珍しい。行くぞ、かっこいいかっこいい強いね、うん、後ろまでみんな手を振っていて美しい光景です。 そうだね、そしてまたモーゼ、モーゼとはフロア2つに割ってこう道を真ん中に作るんですよね。でここでなんとドブさんがですね後ろの方でリフトされながらこう真ん中に歩いてくるまあリフトっていうかおみこしみたいな感じになりましたけどね。かわいい。木村ハンさん、うん、おやんくんありがとう、人生初リフトでした、うん、やばい力持ち、あらゆる意味で上がりましたね、うん、すごい圧縮でした、うん、でラストのチェリップミックスはまゆみおんの大合唱でこんなん泣くしかない案件、うん、こうしてモパのチェリップは幕を下ろしました。完璧でした、超エモでした。チェリップありがとう、チームチェリップありがとう、うん、次回もエモいやつをよろしくということで、なんと総勢15万にわたる対策を送ってくださいました。やばい、めっちゃ受ける、いろんな意味で上がるとか受ける、まあ、チェリップのね、うん、ライブもだったんですけど、やっぱセノシスターさんがすごくてね、楽しいんですよ。そうそうそう、初めて見た人の前が楽しいっていうのなかなかないですからね。めっちゃ笑う、すごい楽しかったし、しかも最後、うん、ラストチューンって超上がるやつがあるんですけど、うん、であの A メロとこの間で超絶可愛い、うん、超絶可愛いみたいなあって、うん、マオちゃんとかいうとこがあるんで、うん、あれで前とミオンとドブさんを上げてくれてですね、うん、お立ち台の上すごいね、すごいね、なんかあれガンガンすごいいろんなことやるんだけど、うん、なんかね温かさあるんだよね、敬意を払ってすごいね、うん、やっぱり、ね、だからこれがやっぱり売れる秘訣だな、ね、エモい秘訣だなと思いました。ね、でね鳥取にもねそういう、うん、もうエモい感じで、こちらはすごいね、おもちゃ箱みたいですね、キャピキャピしてて、うん、ね、すごいかっこいい、かわいい、うん、いろんな面を持っているアイドルちゃんでございます、うん、それではいきましょうか、これ楽しい曲なので、まあ、ラジオですけど皆さん一緒にやってほしいなと思います。それではコスピットさんでアッププーのプー。さあ今日はね、エモパを振り返る回だったので、エモパの感想についてのメールとか、ああ最近のね、うん、なんていうのイベントとかで来た、うん、いただいたメールは来週じゃんじゃん読んで、来週はメッセージスペシャルに ねしていこうと思います、うん、いやいやコスピットさんの曲でアップップのプ、うん、これ実際にしてますからね、本当お客さんと一緒にライブ中に、そうなの、へ、何回も一緒にやってます。もう前とも一緒にアップップのプしたから、もう超この人最近いろいろバタバタしてね、ありがたいことに、もう完全に曲が飛んでますけど、つくメッセージの宛先を言っておきますか、うん、言えますか、マヤさん、ね、待ってよ、メッセージは798@darazfm.com。 ファックスは分かりません、今日はねスタジオがいつも違うんでね、あ、あ、
わかる？これ違うかな。まあ、あ、違うな。まあ、つまりわからないので、メールでね、ぜひ送ってください。お願いします。そして、明日はですね、24日日曜日、山口に行きます。新しくなった軽トラックさんね、山口さんのホームのライブハウスにまた、初めて、行かせてもらうということで、なんとまたまたドキドキするライブ続きますが、そんなところかしらね、頑張りましょう。しかも一部はね、なんとテレビ出番最後だったりとか、どっちも一部二部あるんですけど、30分ずつステージあったりとかありますので、ぜひ来てほしいなと。そしてなんと来週の28日アミオンの DJ イベントが尼崎でまずあり、そして30日、そして31日はね、東京の方でイベントがあります。東京 ね、 東京ね、あります。詳しい情報はどこで知れるかというと、チェリップのホームページをご覧ください。今日はこの辺でいっぱい振り返ってね、ちょっとアドレナリン出たんですけど、ここで寝ようかなと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。マイです。ミヨンです。2人合わせてチェリップでした。バイバイ。